笑いコンビ、霜降り明星のせいや、30が9日、都内でホグワーツレガシー CM 披露記者発表会に出席した。魔法ファンタジー小説、ハリー・ポッターの世界を舞台としたアクション RPG。10日に発売される。大のハリー・ポッター好きというせいやは、CM 出演、オファーを振り返り、ちょっと笑っちゃいましたね。僕でええんかなと。ファンはもちろんですけど、シリーズの途中で映画を見るのを断念しちゃった方もいると思う。これを機に映画を見て、ゲームをしてほしいと呼びかけた。囲み取材では、相方の粗品に魔法をかけるとしたら？と聞かれ。オブリビエートという記憶をなくさせる忘却呪文があるんです。あいつから一回ギャンブルという概念をなくしたいと切実な思いを告白。粗品は自身の YouTube チャンネルで競馬予想を披露。最近も格闘家の那須川天心から借りた50万円を競馬につぎ込んだことがニュースになったばかりだ。せいやは競馬が好きすぎて、競馬のニュースになりすぎてる。ちょっと消したいと困惑している様子を伺わせた。イベントにはお笑いコンビ、令和ロマンの高平車、松井、煙、9番街レグロの京極風と中村俊も出席。MC は、ハリーポッター好きで有名なタレントの小林麗奈が務めた。